ヒラノシオジャニーズ界の無双王者、とべ遺跡から2日でキングプリンス、スノーマンを抜き去る。総力を結集したヒラノシオジャニーズの新たな無双王者ジャニーズ界におけるトップアイドルたちが、ソーシャルメディアの舞台で一級父を繰り広げています。その中でも、ヒラノシオが新たな無双王者として脚光を浴びています。 日本の芸能界で長らく愛され続けてきたジャニーズ事務所から独立し、滝沢秀明氏が主催する新事務所、飛べに合流した平野潮の活動は、SNS の世界で圧倒的な支持を受けています。無双状態の証拠、インスタグラムのフォロワー数平野潮が飛べに席し、公式インスタグラムを立ち上げた直後、そのフォロワー数は急速に成長しました。 たったの2日間で275万人を超え、これはジャニーズ事務所内で最も注目されているグループ、キングプリンスへの234万人、スノーマンの200人を凌駕する数字です。これに比べ、ジャニーズ界のベテラン、松本潤や東山紀之のフォロワー数は、その多くが100人にも満たないものとなっています。平の仕様は、特に、Z 世代。 と呼ばれる若い世代から絶対的な支持を受けていることが示されています。平野仕様の SNS 活用すべ平野仕様が SNS で圧倒的な成功を収めている理由は何でしょうかそれは彼がファンとのコミュニケーションを大切にし、日常の一部を共有することで、フォロワーとの強い結びつきを築いているからです。 また、彼の魅力的な写真や動画コンテンツが多くの人々を引き寄せています。これにより、平野潮は SNS 上での存在感を高め、ファンを魅了し続けています。飛米への遺跡、新たな挑戦兵や潮のジャニーズ事務所からの独立と飛米への介入は、彼のキャリアにおける新たな挑戦と言えます。 滝沢秀明主導の飛べは、ジャニーズ界における新たな風を巻き起こしており、平野耀はその機手として期待されています。これにより、彼のファンベースはますます拡大し、彼の個性的な活動が注目を浴びることでしょう。平野耀の広告活動平野仕様は、ジャニーズ事務所を退場後も、 ピ &G 社、パブリンズのテレビ CM に出演し続けています。その存在感は潜在や消臭スプレーのイメージキャラクターとして非常に強力で多くの人々に愛されています。契約は今月中旬までと言われており、CM が続行されるのか、あるいは他のジャニーズタレントにバトンタッチされるのか、注目が集まっています。 芸能界の専門家たちもこの動向に注目しています。性被害問題と平野市用平野市用は、岡本カウアンが外国人記者クラブで自身の性被害を明らかにした際、その場に居合わせたことを発言しました。これにより、カウアンは非難を浴びましたが、一方で平野市用に対するファンからの熱烈な支持も広がりました。 カウアンとヒラノ仕様はかつて同じユニットに所属しており、その経緯がこの出来事に影響を与えています。ジャニーズ事務所の性加害問題に関する第三者委員会の調査結果が待たれる中、ヒラノ仕様の任期は揺るぎません。ヒラノ仕様の未来兵や仕様はジャニーズ界の新たな無双王者として圧倒的な存在感を示しています。SNS 上でのフォロワー数は 彼の魅力と人気を証明するものと言えるでしょう。彼の新たな事務所、飛べ、との協力により、彼のキャリアは今後も一層輝かしいものとなることでしょう。また、広告活動においても、その成功は続くことが期待されます。ジャニーズ事務所の性被害問題においても、彼はファンからの強力な支持を受けており、その未来は明るいものと言えるでしょう。 平野の仕様の今後の活動に、ますます注目が集まることでしょう。